かな。はい、はい、今日はお越しいただきましてありがとうございます。待てます。ではまずはね、お名前とご出身の方からお願いします。はい、広島暗号通貨上級研究所の周こと、西田と言います。はい、出身は、まあ、広島、東広島の西条。西条ですね。出身で今広島です。今は広島に住んでます。はい、で今日この場に来るようになったきっかけとか、もしくは、まあ、私と知り合うようになったきっかけっていうのはどのあたりからだったんですかね。ああ、そうですね、もう数年前にもう 4,5 年、5年ぐらい前になると思うんですけど、はい、塾長と藤井さんの、はい、藤井さんの、はい、一緒にやられていたセミナーですね、はい、そこに参加させてもらって、はい、藤井さんはたまたま別のところで、はい、あの、あったんですけども、うん、塾長とかはその時初めてお会いして、あ、そうですね、はい、そこがきっかけですね、うん、で今日来るきっかけになったのは、うん、たまたま先週の日曜日、はい、日曜日、今週ですか、今週の日曜日に、はい、私はもともと土日で東京に行く予定だったんですけど、はい、土曜日にどうしても仕事で抜けられなくて、うん、代わりに月曜日に振り返って日月に仕方なく振り返ってたんですけど、うん、そしたら朝一の新幹線広島6時に乗って、で、そうすると福山で、はい、福山で久保さんが、はい、あれみたいな感じで、はい、偶然すぐ席がすぐ近くで、私柴又に行く途中だったんですけどねあれっていう感じで、はい、そこで、今日の新年会があるということを聞いてですね、はい、で今日ちょうど今日申し込んだ、今日申し込んだという当日申し込みです。ね、それ安武さんの計らいで、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。はい。で、もともと周さんはですね、まあプログラミングとか、うん、広島市の方で、力を発揮されてたんですけども、まあこの2016年ですね、私と先ほどねネオフィピ藤井が、主催したそのマスターマインドプログラムっていう、その速稼塾のね、もう何もかも詰め込んだスペシャルプログラムがあったところに、これがなんとね、価格が120万ですね。これに参加したメンバーのうちの一人で、そっから暗号通貨のブランディングガシンといったら、もう神様みたいになっちゃいましたね。私としては、あ、よかったと、本当によかった。あれでこけたら本当、どうしよう、顔が見れないとこだったんですけども、Amazon のランキングも1位になって、暗号通貨上級研究所の所長としてもね、勤め上げて、もう今はもう、広島に来たら周さんに会わなくちゃ暗号通貨のこと分かんないみたいな、ね、ことになっちゃいましたね。で、結構運用利回りも派手に出てますね、この前見せてもらいましたけど。ああ、そうですね。何ですか、あれは。あれすごいですね。あれは、かなり、すごいですね。まあ、年で、はい、年で 100% プラス、はい、もう 100% ぐらいですよ。めっちゃですね。僕がね、借金抱えながら店やってたのが本当バカみたいな僕、あの借金一昨年まで払ってましたからね、店の借金やっとなくなったみたいな感じだったんですけどね。でもすごいですね、やっぱそのぐらいファイナンスの世界には力があるってことなんですよね。でそういったことを、これは広島を中心に今全国で発信されている周さんですから、あのエーダーもそうですけどもね、他のアルトコインとか、あと ICO 情報とかね、こういったものの有力情報とか、あと税金の解釈とか、暗号通貨っていうのはどういうふうに見ていけばいいのかなっていうところは非常に詳しいですから、はい、これからも広島にいらっしゃる方は頼りにしてあげればと思います。定期的にね、なんか説明会とか面談とかもしてくださると思いますので、そうですね、やってなかったら頼んでみてください。今日もですね、はい、午前にして、で先ほどまで、新しい人をして、はい、で今日あと帰ってから、はい、ちょうどメルマガを撮ってくれてた人の、はい、どこだったかな、岐阜の人だったかな、はい、岐阜の人が何回かあのやり取りしたことあるんですけど、はい、ちょっとやり分からないとことかあって、であのスカイプで、はい、あのいうことで、はい、あのいろいろとあの情報交換全国の皆さんとして、はい、まあ、基本広島の人がほとんどなんですけど、時々やっぱりメール取ってるくれてる人は遠隔の人ともやり取りできて、まあ、スカイプであの画面共有しながらできるので、まあ、便利になったなと思いますね。そうですね、IT の力は、IT の力ですね、やっぱそのネットビジネスってものを通じて IT の力が手に入って、その上にファイナンスってのが乗っかってきて、暗号通貨がものすごく多くの人に広めれるようになったというところなんで、やっぱこの発信力って非常に重要ですね。で、あと情報処理能力っていうのもかなり高いんで、暗号通貨のこと、なんか海外にまで行かれて情報を取ってこられてましたね。ああ、そうですね、そうなんですよ。あの ICO 情報があったら現地に行って実際どうなのかなって街を調べてきてレポートしてくださるみたいなね。そうですね、素晴らしいですね。一時情報をしっかり取っておけばですね、まあ、いろいろあの他の情報があっても、はい、あの特にあの
それに惑わされることなく、ね、やっぱり一時情報に近いと情報を取ったもん勝ちかなと思いますね、はい、うん、ほとんどの人はいろんな情報に惑わされて、うんうん、いろいろあるよう、ね、あるようなんでですね、本当ですね、うん、みんなでやられちゃいましたね、いろいろね。あれも経費ですね、でもね、今考えれば。あれで終わってたら、もう敗北ですけど、あれを経費と捉えてね、ちょっと経費としてでかかったですけど。あれはあれでよかったですね。よかったですね、今思えば。素晴らしいですね。これからこの暗号通貨の世界とか、あと、シュさんご自身がどういう風になっていきたいかな、みたいな展望はあります？あ、そうですね、暗号通貨の可能性っていうのが、やっぱりすごく、まあ今、まあ、日本はそうでもないんですけど、世界的に見たら、銀行口座持てないっていう形で、いくら本人に才能とか努力する、あのことがあってもどうしようもならない、はい、そういう国もいろいろ世界的にはですね、広くはあるので、まあ、本人の努力次第とかですね、才能が発揮できる病棟に、まあ、どこの国に生まれてもですね、あの本人次第っていうところが、まあ、平等な社会っていうのが、あの仮想通貨、暗号通貨の広がりによってですね、はい、まあ、そういう生まれながらの格差社会みたいなのがなくなって、はい、まあ、本人が、まあ、好きな仕事で能力をフルに発揮できる、はい、そういう社会がみんな世界中に広がってくると、それは非常に楽しいし、まあ、そういうことになると多分戦争とか多分起きないから、起きないですね、結果的にはなんかこう格差があるんでそういう戦争とか起きちゃうと思うんですけど、まあ、テロもそういった妬みとか格差から起きてると思いますね。ああ、そうですね。思考の違いとかですね。はい、だから暗号通貨ってのはやっぱり通貨の革命ってよりも記録とか、どうですか、情報の革命なんですかね、やっぱり。確かにそうですね。価値観の革命なのかなって気がするんですよね。はい、なんかお互いを認め合ってたりとか、うん、人の富を喜べるようになっていく、うん、妬みとは全く逆の方向に来るのかなと思いますね。そうですね。うん、これからの広島の方もちょっとぜひお願いしますね。皆さんちょっと不安に思われてることばかりなので。はい、ぜひ。はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。情報はどこで取ったらいいんです？あ、シュウさんの